こんにちは。ウプ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。なんか、今回の背景、初めて見たというか、これどんな状況ですか？いや、そうなりますよね。実は今回企業様よりご提供をいただいた案件動画になるんですが、過去最大に梱包が大きくて。今回はリビングの一角で撮影を行っております。で、今回ご提供をいただいたメーカーさんなのですが、オフィスチェアメーカーの読み方としては幅田さんになります。主に人間工学に基づいたオフィスチェアを製作しているメーカーさん。おお、なるほど。椅子となると、確かに梱包も大きいですよね。ですね。なので新しい場所で撮影をしている感じ。で、今回ご提供いただいた製品なんですが、こちらの E さんというオフィスチェアになります。おお、なんかハイテクそう。でも、なんで、急に椅子のレビューを。投稿者さん椅子のレビューなんてできるんですか？いやー、それが普通のゲーミングチェアなら多分レビューは難しいと思ってるんですが、実は記憶にある方もいるかもしれませんが。私昨年人生で初めてのぎっくり腰ってのをやっちまいまして、2日間くらい寝たきりだったんですが、それ以降、長時間椅子に座ると腰が痛いというか、重いような感じで、1、2時間に1回は立ち上がって屈伸とかストレッチをしてたんですよ。それでも丸1日座って過ごすと未だに腰が痛かったりして、そんな時にこのチェアの案件のご相談をいただいて、このチェア、腰の部分が3つのパーツに分かれて作られていて、かなり腰への負担が軽減するとのことで、マジで試してみたかったんです。おお、なるほど。確かに良い椅子にすると、人生変わると、火力ネットで見ますよね。そうなんですよ。私の配信でも椅子はいいものを使った方が絶対にいい。ってコメントを結構もらうんで、今回はこの椅子で。1日の大半を PC デスクの前で過ごしている私の、慢性的な腰の悩みを解決できたらと。で、このチェアすごいのがほぼ全部の箇所が自分の体に合わせて調整が可能なんですが、これは実際に動かしながらお見せしましょうか。ではまずは開封からですね。箱から出すと、大体のパーツ点数はこのくらいですね。で、私は一人でしたが、大体30分くらいで組み上がった感じ。日本語説明書も付属しているので、わからない部分はなかったですね。ほぼ図解だったんで普通にわかりやすかった。で、組み上がったのがこちらですね。今回送っていただいたのは主にシルバーを中心としたデザインのモデルだったんですが、全体的に機械的というか、近未来的でかっこいい感じ。特に腰の部分のランバーサポートがコックピット感を出してます。全体像としてはこんな感じですね。ちなみに現在の状態は座面を最も低くした状態で床までの高さがだいたい40センチ。座面の高さを最も高くするとだいたい50センチ。って感じですね。私は中間くらいがちょうど良かったかな。あとはこれめっちゃすげーって思ったのが、今まで使ってた3万円弱のゲーミングチェアに比べて椅子の回転の滑らかさが段違いなんですよ。めっちゃぬるっと動いてますね。こういう回転機構だけ見ても違いが出ますね。もう一ついいと思ったのがローラーで、これも引っかかりが全然ない。確かに、このコロコロの引っかかりって結構ありますよね。こういう細かいストレスが減るのは割と魅力。続いては実際の可動部のお話なのですが、まずは背もたれ自体が可動します。これが上下に7センチ動くみたい。へ、このパーツ自体が動くんですね。そうなんですよ。自分の身長に合わせて最適な位置調整が可能な作りとなってる感じですね。で次に。私個人的には腰をやっちまってることもあって、ここが一番注目してたポイントなんですが、腰パーツの動きがすごい。まず前後方向に調整が可能で、腰の位置を合わせて。さらにこの左右の羽っぽいパーツの包み込み具合が調整可能。腰をどのくらい強くサポートするかを実際に決めることができます。あ、このパーツ、そういう動きをするんですね。そうなんですよ。私はぶっちゃけこの機能が一番すげーと思いました。これ実際に試すとめっちゃしっかり腰を支えてくれるんすよ。次にヘッドレストですが、これもすげー調整できる場所が多い。まず当然ながら頭の高さを決められまして。これで大まかに頭の位置を決めたら。次に私ここを調整できる椅子初めて使ったんですが、なんと前後方向に位置を調整できるんですよ。確かに、ここが前に出るのは面白いですね。体感ですが下を向いて作業をするとき、例えば机での書き物とか本とかを読むときはこっちの飛び出た状態のが使いやすい感じ。で、もう一箇所調整ができてヘッドレストの角度ですね。
まとめると上下、前後、頭の角度が調整可能です。マジでめちゃめちゃできることが多い。いや本当にそうで、これを紹介してるだけで動画時間が終わっちゃうレベルなんですが、まだできることは続きます。次に座面部分ですが実はここも動きます。この椅子には実は2つの足元のレバーがありまして。まずこっち側のレバーですが、これは主に座面の高さを切り替えるために使うやつ。普通の椅子にもついてるやつだね。もう1個レバーがあるの確かに珍しいですね。こっち側のレバーだよね。これが、座面の前後方向での調整を行うためのレバーなんですよ。実際に動かしてみますと。まずこれがシンプルに高さを調整する方のレバーで。次に前の方のレバーを引っ張りながら座面を前後に動かすことで、なんとこんな感じで座面の位置も調整可能。これは前後に5センチ調整ができるっぽいですね。もはや調整ができない部分の方が少ないのでは。いやマジでそうなんですよね。では紹介するのはあと数箇所で。アームレストですが、これはシンプルにサイドのボタンで上下での調整ができます。これはよくある機能。そして肘を置く部分から腕にかけて、左右での角度調整が可能ですね。これもまあついてる機種にはついてるかな。ただ、非常に個性的な機能として。この椅子、アームレストの内側にもう一つボタンがあるんです。まあ、ここに切れ込みがあるのが気になってた方もいるでしょう。気になってた。これもついてる椅子は私は初めて見たんですが、このボタンで肘から腕にかけてを持ち上げる、上方向での角度調整が可能。当然ですが、前述の調整と組み合わせて利用できるので、高さ、左右の角度、上下の角度の3つの調整が可能。この上に向けるのって、どんなシチュエーションを想定してるんですかね？私がいただいた資料だと細かい使い方のシチュエーションまでは書かれてなかったんですが、こういう読書とかは結構快適でした。なるほど。こういう用途に合うなら、タブレットを使うとかもいいかもですね。それもかなり良さそう。とにかく手を目線の高さまで上げるようなシチュエーションの時に使える設定があるって感じですな。では、機能としては最後のリクライニング。私の体なんて見たい人いないと思いますがすみません。こればっかりは座らないとリクライニングの撮影ができなかったんで許して。まずですね、一つ言えるのはかなりリクライニング角度が深いんですよ。マジで寝られそうなレベル。公式での角度は140度となっているんですが、スキーの坂とかと同じで実際はもっと深く感じる。確かにこれは寝られそう。しかもすごいのが起き上がり時で、姿勢をある程度前に起こすとついてくる感じでぬるっと起き上がる。これがかなり気持ちいいですね。店頭に置いてあったらこれだけでも試してほしいくらい。ちなみに足元に収納されているオットマンを出すことでより安眠が可能な姿勢になります。この状態でリクライニングにするとマジでいい。私の安物のベッドで寝るよりいいかもしれない。仕事で疲れた時に、この姿勢を取ったら気がついたら、数時間経ってそう。ちなみにこれはガチ寝用の機能なのかはわかりませんが。リクライニング時に座面の高さを変える方のレバーを奥にガコンと押し込むことができまして。なんとこれをすると。はい、引きで見るとどうなってるかわかりやすいのですが。椅子がリクライニングした状態の角度で固定されます。これ、多分だけどリクライニングで寝て、寝返りとかで起き上がらない機能？なるほど。確かにそうかもしれませんね。寝てる時って意外と動くんで、間違えて起き上がらないように見たいな。ちなみに解除したい時は押し込んだレバーを戻すだけ。マジでどんだけ機能が詰まってるのよって感じでしょ。ってことで、基本的な機能紹介は全てできましたので、最後に数日間使ってみての感想。まず、今回私がこの動画を編集するまでの2週間の間、ほぼ毎日仕事と動画編集をこの椅子で過ごしました。時間で言うならば仕事で5から6時間、動画編集で2から3時間は平日ほぼ毎日座っていたような感じです。1日の大半だね。まあでも、椅子って、結局、それだけ長く使うものってことですよね。で、結果としてですが、これは腰痛とか腰に持病を持ってる人に特に聞いてもらいたい話ですが、今までの椅子に比べて、明らかに長時間座った後の腰の調子がいい。特に急に立ち上がった時。当然ぎっくり腰の後遺症が完治するわけではないのですが、明らかに座った後の辛さが減ってはいる感じ。おお、よく動くってことですか？っていうよりは、重い感じがないかな。最初はお、なんか今日腰の調子いい感じ？ってくらいだったんですが、椅子を戻した日に元に戻ったので、あ、椅子の効果が出てるんかな。って感じで実感してます。
とりあえず長期間使ってここからの変化を見たいですね。で、一方で、まあかなり多機能で素晴らしい椅子なんですが、いくつかだけデメリットというか、欠点も感じていて、まず一つがこの椅子、重いんですよ。まあ当然筐体が耐久性が高いようにほぼ金属でできてるから当たり前なんですが、組み立ては一人でやるより二人がいいかと。そこで腰を痛めてはしょうがないですもんね。あともう一つが、メリットでもあるんですが、できることが多すぎて、最適なポジションを探すのに最初時間がかかる。いろいろ試す時間ですね。腰周りの締め付け具合とかも、自分だとどれくらいが最適かってわかりにくいんで、数日かけて試していくしかないですね。まあ逆にその試すのが楽しいとも言えるんですが、ベスポジを見つけるために私はいろいろやって3日くらいで決まった感じ。ここは人により体型も全然違うと思いますので、買ったらまず数日かけていろいろ試してみてほしいですかね。ということで、以上で今回の幅田さんのエルゴノミックチェア、E3 のレビューは終わろうと思います。また長期の感想も配信とかで報告できればと思ってます。今回の製品のリンクは概要欄に設置させていただきますので、ご興味があればぜひ合わせてチェックしてみてくださいませってことで。今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。